世界最大規模の渦潮が有名な鳴門海峡。ここ鳴門市ではワカメの養殖を行っています。激しい潮流に揉まれて育つ鳴門ワカメはしっかりした歯ごたえと風味の良さが特徴です。鳴門ワカメは秋にワカメの目をつけたロープを海面近くに張って冬の寒い時期に成長させます。収穫時期は2月から4月で2メートルほどの大きさに育ったワカメを丁寧に収穫しています。ワカメを積んだ船が戻ってきました。1日の収穫量は約1トン。クレーンを使い船から下ろします。徳島県のワカメ生産量は全国3位で品質が良く関西市場を中心に高く評価されています。収穫後すぐに加工が始まります。まずはワカメを湯通しします。取れたてのワカメは茶褐色ですがお湯に通すと美しく艶やかな緑色に。すだちくんも湯通しをお手伝い。湯通しが終わったワカメを海水で冷やした後脱水します。日光による変色や品質の低下を防ぐため脱水中のワカメにカバーをかけます。脱水後、太鼓と呼ばれる機械に塩と一緒に入れて回転させます。すだちくんも興味津々。この塩漬けが終わると塩蔵ワカメの出来上がりです。一方、こちらは糸ワカメの加工。すべて手作業で行われ、100年以上前から伝統が受け継がれています。乾燥させた糸ワカメは保存も効き、人気の商品です。パッケージ詰めは注文に応じて行われ、春の新ワカメやお中元、お歳暮といった時期には1日に約300袋作ります。定番のお味噌汁をはじめ酢の物、お刺身、また収穫の時期だけは色の変化を楽しめるしゃぶしゃぶもおすすめです。鮮やかな緑色、しっかりした歯ごたえと風味の良さ、徳島の豊かな海で育てられた鳴門ワカメ、皆さんもぜひご賞味ください。